千葉海浜交通株式会社は、千葉市三浜区を中心に、路線バスを運行するバス事業者である。京成電鉄完全子会社であり、京成グループの企業である。海浜ニュータウンに投げ、ケミ川地区の輸送を目的として設立され、当初は、住宅公団や千葉市の補助金を受けて運行していた。現在は、路線の新設やグループ会社からの遺憾により、 ニュータウンと関係のない路線を含め、三浜区の広範囲において営業している。千葉海浜交通は、1973年1月24日に設立され、海浜ニュータウンの一時入居に合わせ、同年4月1日にバス路線の営業を開始した。最初の路線はアタカス第一団地線であり、同年中にケミ川線の運行も開始している。 営業開始間もない頃の海浜交通バスは、ニュータウンと最寄りの総武線駅との連絡を主な目的としていた。しかし、最寄り駅の一つであった稲毛駅は当時、西口駅前広場の拡張が進んでおらず、駅へのアクセス道路となる稲毛立橋も開通していなかったため、ニュータウンからのバス受け入れが困難であった。このため、稲毛駅乗り入れを計画していた路線は、 当面の間幕張駅から400メートルほど離れた国道14号線近くに幕張駅入口ターミナルを設けそこを発着点として運行することとなったこの際代替案としては新ケミ川駅や国鉄千葉駅に接続するルートも検討されていたしかし前者は新ケミ川駅前にニュータウンのケミ川寄りを運行する路線以外を受け入れるスペースがなかったことから 却下、校舎も同様に、駅前スペースの問題と入居者の多くを占めると、想定された東京方面への通勤者にとって、不都合であることから却下され、最終的には、距離が遠いという問題はあったが、ターミナル用地が確保できて、地元商店街の協力も得られた、幕張ルートで運行を開始することになったのである。その後、1976年に、マサ線、千葉線が、 1978年に、磯部線がそれぞれ運行を開始した。千葉線の開通によって、千葉海浜交通は、国鉄千葉駅まで営業範囲を広げたが、前期のように千葉駅前のスペースに余裕がなかったため、従来のバス乗り場から大きく離れた、総合の駐車場脇に、新たな発着場を設けて対応した。稲毛駅西口の駅前広場は、1979年になって、 ようやく一部供用が開始され、まず高須線が乗り入れを開始した。さらに1982年に全面供用となり、マサ線も同駅発着となり、高浜線と改められた。この時点で当初のターミナルであった幕張駅入り口は、海浜ニュータウン輸送の拠点としての役目を終え、同じ頃営業所も高須車庫から高浜車庫に移っている。その後、 1986年に JR 京葉線が開通し、ニュータウン内に稲毛海岸駅、ケミ川浜駅が設置されると、海浜交通の路線は大幅な再編を迫られることとなった。この際に、ほとんどの路線が何らかの形で両駅に接続する、要ルート変更を行い、一部では、系統短縮や、本数削減もなされた。一方で翌年には、 幕張線を開通し、先行投資的な形ではあったが、新たに海浜幕張地区に営業基盤を設けている。平成に入ってからの動きとしては、1997年に入居の進む幕張ベイタウンへの路線を開設したことが挙げられる。また同年には、京成電鉄より、三浜線、中央港線を譲り受けし、これらによって、 三浜区の海浜幕張駅等のほぼ全域に運行エリアを拡大したことになる。以後、高須東線、マリンスタジアム線、高須外区線を開設し、路線網の強化を図っている。2009年3月29日より、パスもスイカによる運賃決済サービスを開始した。高浜車庫に並ぶ海浜バス本社は、千葉県千葉市三浜区高浜に置かれており、営業所及び、 高浜車庫を併設している。全車両がここに集中配置されており、車庫を発着する路線数も多いことから、住環境に配慮して、車庫の周囲には緑地帯が設けられている。なお、創業当初は高須よりに本社及び鉱島車庫があった。高須線、運輸支局経由便庫、島線は、稲毛駅から高浜車庫まで海浜公園通りを直進する本線と、 団地東、運輸支局入り口、県営高浜第3を経由して、稲毛海岸駅に至る、通称、団地東線と呼ばれている支線の2系統により、構成されている。前車は、約10分おきと本数が多く、利用者も多い。稲毛海岸駅を経由しないため、素直なルートになっており、帰って使いやすいという皮肉な面もある。後者は迂回上に走るため、 前線通してではなく、両駅と途中の停留所との移動に使われることが、ほとんどである。ただし、どちらかといえば、稲毛駅側に向かう乗客が多い。開通当初の運行区間は、幕張駅入口から、甲島車庫である。このうち、幕張から、甲水入口までの区間は、無停車で、甲島車庫から幕張へと向かう便は、国道14号、幕張から甲島車庫へと向かう便は、 旧千葉街道を経由していた。また、団地内の海浜公園通りには、高須第一停留所しか設けられておらず、現在の2が区マイナス7が区間に、高須第2、高須第3停留所があった。また、団地東側には、高須第4前に停留所を新設し、合わせて行き先表示幕にも、花の美術館経由と表示するようになっている。 循環運転当時のケミワ線新ケミワ駅を発着する路線は、磯部線とケミワ線の2線があるが、先に開通したのは、このケミワ線である。1973年に開通し、当時は新ケミワ駅だけがターミナルだったため、新ケミワ駅新ケミワ駅の循環運行をしていた。運行本数は1日に100本にも及んでいたとのことである。また、行き先表示は、 新ケミ川駅、ケミ川ニュータウンであった。高須第一団地線が遠く離れた幕張を起点としていたのに対し、この線は開通時から新ケミ川駅に乗り入れていた。これは早くにアクセス道路や駅前乗り場の整備が済んでいたためである。しかし、当初は現在のようなロータリーはなく、仮の乗降場と展開スペースが設けられていただけであった。また、 駅舎も強情化されていなかったので、乗客はバスを降りると、ホームの東京寄りにあった改札まで歩いていかなければ、ならなかった。その後、京葉線が開通したことにより中間部で路線が、分断され、新ケミ川駅ケミ川浜駅間の往復線となった。また、同線の運行エリアとケミ川浜駅が近いこともあって、運行本数は大幅に減らされた。さらに、二丁目経由便。 五丁目経由便とも若干のルート変更を行い今に至っている。磯部線は1978年に新ケミ川駅、磯部中央間で開通している。開通当初は、ケミ川五丁目磯部入り口間に停留所がなく、ケミ川線とは全く独立した存在であった。その後、時期不明だが、一部便が新ケミ川駅、磯部高校入り口間で延長運行するようになり、 道路の整備により、1983年に、これが、救急医療センター前まで延長された。なお、この救急医療センター前は、現在の千葉西高校と思われる。このほか、一時的に、新ケミ川駅磯部入口という折り返し便が、運行されたこともある。京葉線が開通したことにより、ケミ川浜駅への乗り入れ、マサ地区での停留所増設に加え、 海浜病院までの路線延長がなされた。朝及び夜に若干の例外があるが、基本的には、磯部高校、稲毛ヨットハーバー発着便と海浜病院発着便が交互に運行され、両方を合わせると、ほぼ12分おきで、ケミ川線よりも本数が多くなっている。高浜線海浜病院行き高浜線の起源は、政子線といい、幕張駅入り口から、 マサゴ一丁目団地付近を循環運行していた。稲毛駅発着となったのは、同駅西口ロータリーの整備が完了した1982年である。これとともに、稲毛駅高浜南団地間を結ぶ路線になり、マサゴ線の循環部は二つに分割されて、小島公園経由、マサゴ第三高団経由の2系統が設定された。小島公園経由は朝ラッシュ時のみの運行であった。 その後、マサゴ第三公団経由便は、京葉線の開通と同時に、稲毛海岸駅止まりに短縮されている。同便が、高浜地区を通らないのに、高浜線と呼ぶのは、以上の成立の経緯からである。この2系統はほぼ同じ本数となっているが、現在は、マリンスタジアム線が開通し、稲毛駅稲毛海岸駅間に限っていえば、小島公園を経由する便の方がやや本数が多く、 なっている。小島公園経由便は、学生が使用する、時間帯のみ、磯部高校発着となる。残りの便は、海浜公園入り口発着便とアクアリンク千葉、発着便である。海浜公園入り口停留所は、高浜車庫と目と鼻の先であり、実際ここでの折り返しは、高浜車庫で行うが、別の名称となっている。美浜線の中型ノンステップ車両美浜線はもともと、 千葉線として1976年に開通した路線である。開通の背景には幕張を発着するに路線が許容限界にあった上、交通調査によって予想以上に千葉市街内への通勤者が多いと分かったこと、当時はまだニュータウン内に商業施設が充実しておらず市街中心部への足を望む声が強く上がったことなどがある。また、かねてから ダイヤ等について批判のあった京成小港による千葉市街幸町長団地間のバス便を補充する路線という側面もあった。開通当初は千葉駅のロータリー及び駅前通りに余裕がなかったことから同駅の乗り場は総合駐車場脇に設けられていた。平成初頭頃から総合新館の建設工事が始まると田原屋前に移った。いずれも 千葉駅を利用するには大変不便であり、特に校舎は千葉中央駅の方が近いほどであったが、行き先はあくまで千葉駅祖号であった。ニュータウン側の起点は当初高須車庫、その後高浜車庫、海浜公園プールに移り、長らく高須、高浜地区と千葉市街とを直結する役割を担ってきたが、1997年に京成電鉄から、 三浜線が移管されると同時に運行区間を見直し、同線を統合、延長の上、ケミガワ浜駅、海浜病院方面に向かう路線に衣替えした。京成、三浜線は、千葉市の政令指定都市下に再し三浜区役所への連絡路線として開設されたものであり、その役割を引き継いだことになる。稲毛駅駅臨時急行バスマリンスタジアム線は、 海浜ニュータウンから幕張新都心地区への足として2003年に開通した路線である。2016年11月現在、運賃は、奇襲転換260円、稲毛駅海浜幕張駅間は210円と、距離の割には低く抑えられており、レジャー利用だけでなく、通勤や通学で利用する乗客もいる。また、2021年1月までは、 稲毛駅発の平日1便目と、海浜幕張駅発の平日1.2便目のバスは、ダイヤ上、到着時刻が、マリンスタジアムのある、幕張海浜公園の開門時刻である午前8時30分より、前になるため、一つ手前の幕張メッセでの折り返し運転となっていたが、急行海浜幕張駅行きの誕生により、廃止された。 2009年12月16日から中乗り後払いに変更になり、原則として中型車かハイブリッド車が使用されるようになった。プロ野球開催時には、マリンスタジアムから海浜大通り経由のケミ川浜駅、稲毛海岸駅、稲毛駅行きの臨時休校便が運行される。この臨時休校便には途中停留所からの乗車ができないため、マリンスタジアムを発車するとすぐに、 方向幕を変更し、行き先がわからないようにしている。2017年10月16日には、一部の便が、イオンモール幕張新都心まで延伸したほか、それまで、海浜大通りで、交通規制などが発生した時のみ運行されていた、海浜幕張駅折り返し便が、日中に1便のみ定期便として設定された。2021年2月1日より、休行 海浜幕張駅行きが運行開始となり、マリンスタジアム経由4モール幕張新都市日記と幕張メッセ折り返し便は廃止された。また、海浜幕張駅折り返し便も増便された。高杉外区線は、現在では高浜車庫への入出庫便のような存在だがもともと高浜、高島地区をより細やかに回り、稲毛海岸駅北口を経由して、マサゴ、 ケミガ浜方面に運行する路線であった。開通当初は平日朝夕に高浜車庫稲毛海岸駅北口での折り返し便が多めに設定されていた。また、早朝のラッシュ時には高須線が頻繁に発着する高浜車庫稲毛高校での客扱いを行わず、高浜公民館を起点に運行していた。2013年12月21日に行われた ダイヤ改正をもって、平日日中のみの運行となった。2019年8月1日のダイヤ改正により、稲毛海岸駅北口ケミガー浜駅の運行を終了した。アクアリンク線、アクアリンク千葉は、1998年に閉園したワンパクランドの跡地に建設されたスケートリンクで、新興清掃工場に隣接した余熱利用施設である。 本数の少ない中央港線に代わる振興への新しい通勤路線という側面もあり、アクアリンクのオープン前から平日のみ暫定的に運行を行っていた。暫定開業に際しては、停留所に稲毛駅、振興間に新路線を運行するという内容の掲示がなされ、10月13日までは振興域の案内で運行した。なお、翌14日より、 本格運行が始まったが、施設の一般開放は10月23日からである。2011年4月6日からは、平日の朝赤時間帯に限り、千葉シティバスとの共同運行により、クロスナ立橋並びに新興自動車工業団地ルートを開設した。同休日の運行本数が平日の倍近くに設定されていることが大きな特徴となっていたが、 2018年9月16日改正で、小島公園経由便が高浜線に移管されたため平日のみの運行となっている、稲毛駅とイオンモール幕張新都心を結ぶ千葉、海浜交通海浜幕張駅から発車する幕張ベイパーク線幕張ベイパーアクセンは、1996年に県立幕張総合高校に統合されたことにより、廃校となった幕張北。 幕張西、幕張東の3高校の跡地再開発により、三浜区若葉に誕生した、幕張ベイパークと海浜幕張駅を結ぶ路線である。2019年10月16日に、外回り系統が廃止され、内回り系統のみの運行となった。2020年11月16日に、若葉公園、造造パーク経由に変更された。稲毛海岸駅を発車する。 海浜公園プール行き急行バス毎年7月中旬8月31日の土曜被祭日と8月13日から8月15日のお盆休み期間の稲毛海浜公園プール開園日のみ運行幕張ビーチ花火フェスタシャトルバスに充当される千葉海浜交通296号車2012年より毎年8月の第1土曜日に 幕張海浜公園での開催となった幕張ビーチ花火フェスタの観客輸送のため稲毛駅から美浜沿館の運行を担当2018年は幕張海浜公園での JFA 夢フィールドの建設工事や ZOZO ゾゾマリンスタジアムでの世界女子ソフトボール選手権の開催第100回全国高等学校野球選手権記念大会予選などのイベントと重なったため 無料観覧席の場所を三浜園から幕張メッセ駐車場に変更し、平日開催となったため、稲毛駅からのシャトルバスの運行は取りやめられ、他の形成グループのバス各社とともに幕張本郷駅から幕張メッセ臨時駐車場への直通バスとなった。2019年度は再び8月第1土曜日、開催に戻ったものの、 無料観覧席は前年と同じ場所に設けられたため、稲毛駅発のシャトルバスは前年同様中止となった。2020年度は幕張メッセにて東京オリンピックの開催がかねてより予定されていたこともあり、開催日を例年より前倒しして2020年5月2日に予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大による自粛規制により2020年3月5日に 大会中止が発表された。イベント名の表示された幕を掲示して運行する、シャトルバス。幕張メッセにて大規模なイベントが開催される日のみ、運行。イベント名の表示された幕を掲示して運行される、場合もある。運行費等の情報は、非公開。サマーソニックのロゴマークの表示された幕を掲示して運行する、シャトルバス。 本田駅と千葉東霊園を結ぶシャトルバスとなる359号車。本田駅と千葉東霊園を結ぶバスは、もともとは千葉中央バスが路線バスとして運行していたが、2016年4月のダイヤ改正により不定期路線バス化し、2016年末をもって路線廃止となった。そこで2017年の悲願日の道場、東霊園側がマイクロバスをチャーターし、 無料シャトレバスを走らせることになった。当初は春悲願と秋悲願のみの運行であったが、現在は両悲願日に加え、お盆と年末年始も運行している。なお、通常の土日祝日も、本田駅から送迎車が出ているが、こちらは千葉東霊園が自家用車で運行している。中央港線土線図中央港線は、千葉駅北口から、三浜区新港のコンビナート地帯を経由し、 中央路修理市場までを結んでいた路線である。当初は京成電鉄と小港鉄道の2社によって運行され、国鉄千葉駅から流通センターを経由して新港地区へ入るルートであった。埋め立てが完了したばかりの新港や中央港を走った最初の路線である。1997年に、 京成電鉄担当便を千葉海浜交通が譲り受けて運行していたが、2008年3月末日限りで千葉海浜交通はこの路線から撤退した。磯部巡環線は磯部山から7丁目にまたがる環状道路を時計回りに結んでいた巡環路線である。朝と夕方は住宅地内のみを回り、日中の便は海浜病院や美浜区役所を経由していた。 開通当初から利用者は少なく、2012年3月末日をもって、道路線は廃止された。車両は独自の塗装に、磯丸くんの文字を施した、専用の小型車両比の、リエセ、またウェイタウン北循環専用の日の、ポンチョも一部使用されていた。幕張線は、創業時のターミナルである、幕張駅入口と、海浜幕張駅。 および幕張総合高校を結ぶ路線であった。幕張駅入り口が駅から大きく離れていることに加え、中間の停留所が両駅から徒歩圏内にあることなどから利用者は少なく、本数も少なかった。幕張総合高校の交通案内でも幕張駅からのアクセスには徒歩を進めているほどであった。1991年、千葉シーサイドバスが 海浜幕張駅から放送大学までの同一区間を走る路線を開設し、1997には幕張駅入口に乗り入れを開始したことで2社による競合路線となった。2006年3月31日をもって、会社創業時より使用してきた幕張駅入口ターミナルを廃止し、翌日より停留場路上へと移設すると、運行本数も年々減少され、 2017年10月16日に運行休止路線となり、その後幕張駅入り口と放送大学のバス停は撤去された。ベータウン北巡管線はもともとはマリンスタジアム線として平日のラッシュ時間帯に幕張ベータウン北部住民の足としてケミガワ浜駅海浜幕張駅間に折り返し便として運行していた路線である。2006年に至り、 これを発展させる形で、ベータウン北循環線の運行を開始した。ベータウン北循環線は、海浜幕張駅を起点にベータウン北部を循環し、同駅に戻る便と、同駅と、ケミ川浜駅を結ぶ往復便からなり、始発の1便を除き海浜幕張駅発の便だけが、ベータウン内の白穂通りを経由する。路線開設時より、 ベータウン北循環線専用の低小小型車両が配備されていたが、2018年9月のダイヤ改正でベータウン内の運行がなくなったことで運行が中型車となり、従来の小型車はイオンスタイル、ケミガワ浜専用の特定バスとなった。晩年は後に運行開始となる幕張ベイパーク線開設準備のための免許維持路線と化し、 2019年3月31日の幕張ベイパーク線開設に伴い路線廃止となった。幕張メッセ中央を出発する、篠の目車湖行き千葉海浜交通として、高速路線バス事業に初参入した路線であり、京成バスグループが近年路線網を拡大している、都市間通勤路線、マイタウン、ダイレクトバスの一つである。 京成バス新奈良市の高速営業所との共同運行である。2013年8月16日より土日祝日、お盆、並びに年末年始が運休となった。2019年3月29日の運行をもって京成バスとともに路線廃止。同時に幕張メッセにて大規模なイベントが開催される日のみに運行されていた臨時バスも撤退した。かつて、 マリンピアと4モール幕張新都心を結ぶ無料バスとして使用していた車両。現在は同系のハイブリッドで運行千葉海浜交通のダイソ層となる京成バス新都心営業所4484号車高、杉橋線は海浜団地内のさらなるきめ細かな輸送を目的として、郷島あず稲毛海岸駅海浜病院という、 総武線の駅に接続しない路線として開通した。高須東線という線名は、元々の起点であるコース東に起因していると思われるが、開通当時からコースの西側にも路線が行っていた。この線の開通当時に、京成電鉄のウェブサイトで紹介されたことがある。その後、あまり乗客に恵まれなかったのか、一年も経たずに、稲毛駅発着に延長され、 休日運休となると同時に大幅な減便となった。また、独自区間の稲毛海岸駅海浜病院間は東側に比べて若干本数が少ない。結果として、この線の東側は高須線の支線のようになっている。2018年9月16日のダイヤ改正により、稲毛駅発の片道1便のみの免許維持路線となり、2020年11月15日の 運行を最後に廃止となった。千葉海浜交通では、すべての車両を日野自動車より導入している。創業から1990年代後半までは、路線のほとんどがニュータウンの通勤、通学路線であったことから、全車が定員の多く取れる大型の長尺車かつ降車時間の短縮に効果の高い3、扉車であり、同社の車両の大きな特徴となっていた。 しかし、1997年のベータ運線開通以降、路線の新設や京成電鉄からの移管によって、住宅地の街路をきめ細かく走行する路線や、輸送密度の低い路線も運行するようになったため、少数ながら、中型車を配備するようになった。また、大型車の校車扉についても、その後中央部一箇所に、広幅のオリードを配置する方式に変更され、 2003年度以降に導入されているノンステップ車両では一般的な引き戸に変わった。このように車両仕様における独自性は失われつつあるが、一方で利用状況に適応した小型車や強幅大型車、ハイブリッド車、貸切専用車を導入するなどして車両のバリエーションを急速に増やしている。塗装は海浜をイメージして白地に、 青色のカラーリングであり、青色の中にも白線が入るが、青色部分は、色調が暗かったものが2000年代に入ってからは、明るい色調に変更されている。2003年に、トルコン式 AT 車を初採用して以降、AT 設定のない車両を除き、極力 AT 車を採用している。その狙いは、運転操作に関わる、ドライバー負担を軽減することで、生まれた余裕を安全運転や、 接客工場に向けるものである。AB 千葉海品交通株式会社第48期決算広告。昭和49年の空中写真地図、空中写真越覧サービスダイヤ改正のお知らせ。三浜線、二外区線、アクアリンク線ダイヤ改正のお知らせ。2019年8月1日。幕張メッセ中央線の、4モール。幕張新都心への延伸について。 幕張ビーチ花火、初の平日開催7月27日に2018年5月22日日本経済新聞社、幕張ビーチ花火フェスタ2020中止について、イオンモール幕張新都心、イオンモール幕張新都心公式ホームページ、2020年6月9日閲覧。AB、海浜幕張駅で、バス衝突9人家が、運転手の男を逮捕。 TBS ニュース、2020年6月9日閲覧。イオンスタイル、ケミガワ浜、目標客数400万人、旧泉屋をシニア対応店舗に流通ニュースかつては、ポンチョの点検時の代謝として運行。ありがとうございます。